皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。ここでは毎日、神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日は、オタマジャクシの魅惑的な世界に飛び込み、彼らの驚くべき変化を目撃しよう。私たちがこの小さな水生生物から学べる深い教訓を発見するために、私と一緒に参加しよう。オタマジャクシの旅は、卵から孵化する水中から始まる。この小さな生き物が変態と呼ばれる過程を経てカエルになるのは信じられないことだ。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、新しい創造が来たのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが来たのです。ニコリント5章17節。オタマジャクシは成長するにつれ、様々な段階を経て、手足や肺を発達させる。オタマジャクシは私たちに忍耐と変化を受け入れることの大切さを教えてくれる。オタマジャクシが環境の変化に順応するように、私たちもまた、私たちの人生における神の変容の漁業に心を開かなければなりません。私たちはみんな、顔をあらわにして主の栄光を観想し、御霊である主に由来する栄光をますます増し加えながら、主の姿に変えられていくのです。ニコリント3章18節。オタマジャクシが最終的に完全な変態を遂げると、カエルになって陸に上がる。この変身は、神から与えられた目的に踏み込み、神の中で運命を全うすることを表している。カエルが新天地に飛び込むように、私たちも信仰を持って飛躍するよう求められているのです。私たちは神の手による作品であり、神が私たちのためにあらかじめ備えておられた良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。エペソ2章10節。オタマジャクシの水から陸への旅は、私たち自身の霊的な旅を力強く思い起こさせる。オタマジャクシの変身と同じように、神は私たちの人生を変え、キリストの姿に作り変えたいと願っておられる。この成長のプロセスを受け入れ、神の創造の不思議の中にインスピレーションを見出そう。次回は、神の驚くべき漁業をさらに探求する。それまで、神の愛と恵みによって変容し続けることができますように。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたなら幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについて、もっと多くのコンテンツをご覧になりたい方は、いいね、シェア、購読をお忘れなく。オタマジャクシからどのようなことを学べるか、またどの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。